ナルセスのモザイクが、ナルセスは、東ローマ帝国の政治家、カンガ官ン。ユスティニアヌス一世に仕え、東ゴート王国を征服した。アルメニアに生まれた。宮廷に仕える官僚であったナルセスは、その実直な性格を変われ、やがて大財務官にまで出世した。532年、二課の反乱で皇帝を救出した。リシも、 ユスティニアヌス一世のローマ帝国彩服のための遠征は名称ベリサリウスによって順調に進んでおりイタリア半島一円を支配する東強盗王国の征服成功まであと一歩のところまで来ていたしかしサーサーアンアサペルシアの軍がアンティオキアを占領すると東方戦線立て直しのため本国に召喚されてしまうベリサリウス不在の間にローマ軍は 新たに即位した東五島をトーティラによって優勢な状況であったにもかかわらず各地で敗戦を喫し、ローマやナポリなどの主要都市を奪還されてしまった。ユスティニアヌス一世はここに至ってベリサリウスのイタリア復帰を認めたが、すでに大勢は決しており、地元の支持を得られなかったこともあって戦況は膠着状態に陥った。ユスティニアヌス一世はこれをきっかけに、 ベリサリウスを更迭する。代わって、東豪と王国制服作戦の総司令官に任命されたのがナルセスであった。552年4月、本国に召喚されたベリサリウスに代わり、総司令官、ナルセスは、東ローマ軍を率いて北方からイタリアに侵入する。ナルセスは、公兵隊を駆使して、ラベンナを落とし、補給を行うと、ローマに向けて、進軍を開始した。 ローマを出発したゴート軍とナルセス率いる東ローマ帝国軍はブスタガロールム高原で退治する。この戦いでナルセスは中央の不評に密集陣形を取らして突撃するゴート軍を受け止め左右に配置した旧兵で殲滅した。この戦いでトーティラを打ち取った。トティラナキアと残存兵を引き連れた帝也が王となったが サレルヌム近郊の門ラクタリウスの戦いで戦死した。ゴート軍はその後も王を勝ごうとしたが実現に至らず、東ゴート王国は滅びた。軍務経験の全くない官僚出身でありながら、ナルセスはベリサリウスの戦術を継承しつつ、総司令官就任から4年目にして、ユスティニアヌス一世の悲願であったイタリア半島、征服を成し遂げた。その後は、 イタリア総督を務めたが、ユスティニアヌス一世の死後に職を説かれ、ナポリ近郊で死んだ。565年に作成されたとされる碑文では、ナルセスは、執政官にも任命されたとされている。しかし執政官は541年以降には、皇帝のみが就任できる官職とされており、進化が到達できる、当時の最高官位は、パトリティウスまでであった。歴史学者の井上孝一は、 ナルセスが執政官に就任したとする記録は、ナルセスの功績と人気によって生じた誤解であろうとしている。ありがとうございます。